高平でございます。違法看板があるということで岸和田市の山手山台中町の方へやってまいりました。もちろんこれ選挙前にも違法を犯すのは維新やということで、これ数日前までは前田市議と遠藤衆議院議員のポスターやったんです。そこにはこの弁士というこの文字が書かれてなかったんですけどもね、まあこれ自体は違法ではないということで、皆さん弁士と書くのは基本的には原則となってます。次に作り変えたやつにはなぜか弁士と入っておるわけですけどもね、これは違法じゃないんでいいんですけども、この上ですよ。違法は長野公平講演会広報版と書いてますよね。こんな個人名をね、これ書いてええわけがないでしょう。これよそのやつ見てください。自民党とか維新であったって大阪維新の会広報版っていう風に書いてますよ。この岸和田のここだけですよね、長野公平って書いてるのはね、これ違法なんです。公職選挙法143条の違法なんです。でおかしなことに岸和田であるにもかかわらず吉村さんを、まあ知事選があるからということなんでしょうけども、吉村さんをこういうふうにクローズアップをしておる。で党の長野市長はこんな小さにおるんですよね。自分をここへ乗せたら人気がないので逆に前田市議の足を引っ張る、そういうことが分かっておるからこう控えめにこういうとこにおるわけですけども、だから前の時も基本的には地元に張るんですから、地元の議員、地元の市長ですからね、岸和田市長を本来は前田市議、遠藤さんじゃなくて長野市長というふうに本来はするべきなんですけども、そういうことをしておりません。そしてもう一丁ですね、これも違法なんですよね。これも前田市議の看板なんです。標識がついててここは違法じゃないですよ。2021年までなんでね、何が違法なのか、この看板自体が違法じゃないんです。この看板の立ってるところが違法なんですよね。はい、見てください。月決め駐車場ってなってますよね。つまりですよ、ずっと見せますけどこれ駐車場なんですわ。これ駐車場にこれを置くなとなってるんです。なんでか講演会連絡書って書いてるでしょ。これ本人の事務用のやつが6枚、そして講演会の連絡用のやつが6枚、計12枚を選挙区には貼れるんですけども、このような駐車場でしかないような場所にこれを置くということはどこで連絡するんやということです。この駐車場で前田さんということを叫んだら連絡してもらえるんですかね。ちょっとやってみましょうか。前田信美さん、前田信美さん、連絡してください。誰も出てきませんよね。当たり前ですよな、出てくるわけないんでね。だからこんなとこで連絡もつかへんようなとこへ連絡所というようなこの看板を置くなということになってるんです。この看板とそしてこっちの広報板、この2つの違法を選挙の前から維新という勢力はやるんやということをお伝えをいたしました。